皆さんこんにちは。ビジネスチャンネルシトロエンところざの千葉でございます。久々の投稿大変お待たせいたしました。今日はですね、新型の C3 エアクロスがですね、つい最近デビューをいたしましたので、こちらの紹介をさせていただこうと思ったんですけれども、とあるゲストをお呼びして一緒に伝えていければなと思っております。とはいうのもですね、皆さんご存じの通り、ビジナーグループですね、この埼玉西部地区にいくつか店舗を持っております。全てがシトロエンというわけではなくて、他のブランドのお店もあるんですけれども、とあるフランス社の、答えちょっとルノーなんですけれども、ルノーのですね、セールスの方が今日一緒に動画撮りましょうというふうに企画をしてくださったので、私もそれちょっと乗っかるような形でシトロエンの車を運転してもらったりとか、魅力を感じてもらったりとか、もちろんですね、ルノーの車も今日持ってきてくれてるので見せていただいて、双方を比較して両方の魅力をですね、伝えていくような一本が撮れればなということでカメラを回しておりますので、ぜひ皆様お楽しみいただければと思いますので、そしたらゲストの方呼んじゃいましょうか。ルノー所沢の渡辺さん、よろしくお願いします。はじめまして、ルノー所沢の渡辺と申します。よろしくお願いします。今日お時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はなんかそんな笑ってるんですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段もね、あのビジナーチャンネルをご覧いただいている方はよく出てくると思うんですが、最近はもう、ね、圧倒的に投稿数が多いと。はい、YouTuber やらせていただきます。 YouTuber 離れということで、シトロエンのイメージってどうですか。シトロエンのイメージはやはりこう、あの競合することも多いんですけども、やっぱデザイン性がかなり高いなっていうイメージがあります。他にもどんなイメージか、お客さんからも比較されてる時に、はい、こんなところ結構見られるかなと。そうですね、分からない。逆に我々も普段商談するときにルノーとシトロエンで競合することが結構あるんですけれども、同じ法人だったりとかディーラー側独自の視点として言えることなんですけれども、やっぱりデザインだと思います。あとは価格だったりとか搭載している装備とかがよく比較をされます。フランスの車なので、おしゃれさとかそこのゴージャスさとか、そういった部分を天秤にかける方が多いので、今日はその2車種をですね、比較をしながら、ルノーの方はキャプチャー持ってきていただいているので、はい、キャプチャー VS シトロエンの新型の C3 エアクロスで、はい、やっていきたいと思います、はい、今日は実際に運転してみてもらう、はい、運転させていただいて、乗ってみたことありますか。いや、ないです。ないです、初めてです。シトロエン自体は初めてなので、シトロエンの乗り心地は本当に雲の上を走ってるような感覚と言われるぐらい、サスペンションがすごく柔らかくできているので、長時間運転しても疲れないので、新しい C3 クロスのカタログなんかは、こう虹の上を車が走っているような、はい、そういったような写真を使ってプロモーションとかもされているので、はい、そこの部分を今日渡辺さんに楽しみですね、感じていただければと思う、はい、一方でこの動画を見ればですね、一石二鳥というところはキャプチャーも今日持ってきていただいているので、キャプチャーと C3 エアクロスを比較をしながら、他のチャンネルだとできないことですよね。そうですね、我々法人グループだからできること、 それもあって今回の企画をやることになったので、ぜひですね、これを見るだけでシトロエンもルノーもどっちも欲しくなっちゃうような、このどちらかしか欲しくならないような、そんな動画をお届けできればなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそしたら早速ルノーの紹介をちょっとしてみていただいて、はい、そこからシトロエン乗ってみたいと思いますので、行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあちょっと YouTuber っぽくジャンプで行きましょう。ジャンプで行きましょう。はい、じゃあ外出たいと思います。せーの。はい、ということでお店の外までやってきました。ちょっと外なのでノイズが入っちゃうかもしれないんですけれども、早速右側がシトロエンの C3 エアクロスで、左側が今日は持ってきてもらったルノーのキャプチャーになってます。はい、せっかく今日キャプチャー持ってきてもらったのでですね、並べてるところもあるんですけれども、キャプチャーの方の魅力というか特徴を渡辺さんから教えていただければと思いますので、はい、じゃあちょっとキャプチャーの方から行きましょうか。はい、行ってみます。ご紹介をさせていただきたいと思います。やはり私ルノーの営業ということで、そうですね、シトロエンに負けないように頑張ってください。気合をちょっと倍にして行かせていただきたいと思います。魅力を教えていただければと思います。今鍵を手に持っていて、私何も知らないんですけど、はい、近づくとこのようにまずミラーが開いてくれるんです。
あ、本当だ、はい、動きましたね。この感度がかなり素晴らしいので、ちょっと触るとこれ逆に離れると、はい、まさかもうこれで、あ、音がして、あー、すごいですね。そうなんです。これはちょっとシュトロエンついてない機能なので、はい、ちょっと立ってるポイントかもしれないですね、はい、まず鍵なんですけれども、ちょっと鍵置き場みたいなものがございまして、これもやはりフランス社のデザイン性というか遊び心が詰まっています。やはりこの冬冷えてしまうと思うんですね、体が。そんな時にもステアリングヒーター、ステアリングヒーターついてるんですか。ステアリングヒーターついてるんですよ、なんと。もちろんステアリングついてるということはシートヒーターももちろん、はい、そうなんです。2段階ついてます。で、なんとですね、アンビエントライトが発色ついてるんです。発色もついてるんですか。ちょっとお昼間で見えにくいかもしれないんですけども、やはりライトというのはすごくこう手軽に車内の雰囲気を変えることができるので、結構こう夜のドライブなんかでもちょっとこのアンビエントライト持ってるとどうやれるんじゃないかなとありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそしたら次はシュトロエン行っちゃいましょうか、はい、今日のメインということで、キャプチャーの気になる方はぜひ渡辺さんのサムネイルとタイトルが入っている動画を見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速ちょっとシュトロエンの方初めて乗らせていただきます。行きましょう。行ってみます。そしたら渡辺さんに乗っていただく前に、少しシュトロエンの今回のラインナップが変わってモデルチェンジしたシーズンやクロスをご紹介できればと思います。はい、お願いいたします。はい、今回ですね、こちらが新カラーの色になってます。カーキグレーという色になっていて、はい、ちょっとこう流行りのカーキっぽいアウトドアライクな色になって、なかなか見ないお色味ですよね。顔つきも若干変わって、はい、前回までのモデルだとヘッドライトがもともとハロゲンのライトだったので、はい、結構ここが丸っぽいのでグリルが小さかったんですけれども、今回グリルがふわっと大きくなって、はい、ちょっとワイルドな見た目になりました。本当ですね。でフロントのここのスポイラーとかもですね、はい、シルバーとホワイトのアクセントが入ったりして、でちょっと下の方は見えにくいんですけど、ここにフロントのフォグランプなんかもついてます。でフロントのソナーもしっかりついてるので安全装備もバッチリついてます、はい、でなんといっても今回の目玉がですね、はい、皆さん待望の LED ライトがついてます。 LED ライト、ずっとやっぱりシースリアクロスハロゲンのライトだったので、はい、これをですね、まあ、オプションで LED に交換できませんかとかいう声に答えることが結構最近多かったんですけど、はい、変わってからはもうこのまま純正のヘッドライトで乗っていただけちゃうので、はい、クライミングとかもバッチリ照らしてくれるようになってます。はい、ちょっとぐるっと外周も見ていきましょうか。 LED はなんですけど、はい、アクセントカラーはですね、このホワイトのミラーと可愛いですね。はい、ツートン仕様なんですね。ツートン仕様、はい、基本的にシスリアクロスはもうシャインパッケージだったりシャインの上のはツートンになってくるので、はい、おしゃれですね。屋根も白になってます。はい、あと内装は試乗の時に触れていければなと。かしこまりました。前までのモデルって、はい、このこちらの横のところの窓がここに横線が入っていて、はい、ちょっと見にくいだっていう、はい、運転してて四角になっちゃうなっていう声をされたんですけど、今回そこがなくなって、はい、完全にミラーになったので、はい、四角がなくなりました。ただデザイン性もデザインもですね、ちょっとこうシュトロエンの C っぽい感じで、はい、あ、そういうことなんですかで、あと UV カットになってるので、はい、オプションでフィルムとかつけなくてももともと、あ、それは嬉しいですね。そうなんです、女性にはね、はい、嬉しい仕様になってます。はい、せっかくなので後ろも見ていきたいと思うんですけど、はい、おや、分かる方は分かるかもしれないですけど、後ろがですね、今回あんまり大きくデザインが変わらなかったので、はい、昔の C3 やクロスもいいよねっていう方にはですね、やっぱり後ろのところはデザイン継承されてるので、なるほど、なので新しいのも楽しみたい、あ、ま、昔の C3 やクロスのデザインも好きっていう方にもぴったりの車になります。はい、伝統は受け継ぎ、伝統受け継ぎ、新しいものにも変え、最高ですね。ラケットスペースも必要十分な量兼ね備えておりますので、はい、まあ、ちょっとした1泊2日の旅行だったり200日ぐらいでも、はい、家族4人ぐらいだったらオートバッグ4つぐらいまでは全然入っちゃうようになってます、はい、なぜかというとここ下まで下げていただくことができるので、はい、まあ、下げてですね、このカバーも外しちゃえばこんな感じで、あ、すごい簡単に取れるんですね。ポリもたくさん、はい、ありがとうございます。
そんなエアクロス、はい、渡辺さん、はい、ご試乗の時間がやってまいりました。乗っていただこうと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと私もワクワクしてきました。カメラを預かるので、はい、じゃあぜひ運転席にお願いします。それではついに市場に行きたいと思いますので、行ってまいります。はい、じゃあ閉めます。はい、そしたらドライブ入れていただいて、はい、はい、行きましょうか。出発いたします。どうですか、このウィンカーの音。確かにこうなんかルノーと比べるとなんて言ったらいいんですかね。このコッコッコっていう音が結構なんか可愛らしい音というか。そうですね、渋滞とかイライラしてると、はい、ウィンカーの音とかでも些細なことでちょっとこう、ね、イラついちゃうとかするじゃないですか、はい、こういう音だと結構嫌味のない音ですね。そうなんですよ。やっぱこうサンルーフがあると、しかもかなり広いですね、サンルーフのガラスの部分。そうなんですよ、サンルーフがあるだけですごい天井が高く見えるので、はい、開放感っていうんですかね。そうですね。やっぱりこのご時世なので換気も大事だと思うので、はい、サンルーフを開けるとガーッと空気の入れ替えもエアコン使うよりもすぐできちゃうので。ちょっと開けてみますか。開けてみましょうか。どちらで、ボタンが上のところを押していただくと開きます。ここです。こっちですか。はい、失礼しました。押してもらうとこんな感じで2面のうち半面が完全に開いてくれるようになってます。で、残りの部分は、で結構これガラス面でも結構眩しいじゃないですかっていう風にご指摘いただくこともあるんですけれども、はい、じゃあ閉めてみましょうか。大丈夫、そのまま閉めてもらって、まあ、これだとちょっと眩しいよねっていう声をもらうことが多いんですけれども、そんな時はここのボタンも押すとこっちのカバーの方も出てくるので、しっかりと遮光することもできるようになってます。3段階で。そうなんですよ。どうですか、シトロエンの乗り心地とか。そうですね、雲の上を走ってるような感覚で快適ですか。はい、快適です。やっぱり長時間運転しててもすごい疲れないので、はい、だと思ったのは、はい、このエアコンの部分なんですけど、これがこうパネルっていうのが。そうなんですよ、はい、エアコンだったりとか、はい、あとオーディオラジオとかのチューニングとか、はい、エアコンもなんですけど、あとナビを入れた時はナビも全部タッチパネルで、ここで一つで集約してるので、広いですね。かなりですね、コンパクトに。全部こういったところもパネル上の上にある。この辺もこの右上を押すと、はい、携帯電話の Bluetooth の接続メニューであったりとか、あと右下のところは車の設定ができます。ここでアイドリングストップをオンにしたりオフにしたり変えたりであったりとか、あと車両設定から入っていくとセーフティーのところで、ここでアクティブセーフティーブレーキって言って、衝突軽減のブレーキの制御とかもここで全部できるように。すごい分かりやすいですね。そうなんですよ、本当に分かりやすくて、はい、この横文字がいっぱい並んでるんですけれども、はい、まあ、例えばこのブラインドスポットモニター、はい、このインフォメーションボタンっていうのを押していただくと、はい、まあ、こんな感じでこういう機能ですよなんていうふうにしっかりとイラストと文字とアニメーションで機能の紹介をしてくれるので、ああ分かりやすいですね。非常に分かりやすいです。ちなみにブラインドスポットモニターっていうのは、はい、この右側と左側のミラーに小さい。左側の丸は何ですか。これはですね、はい、多分渡辺さんが運転してるとこ見えると思うんですけど、はい、左の後輪がどうですか、見えませんか。あ、見えます。そうなんです、普段四角になってしまうようなところも、はい、この丸いミラーがあることによって、はい、しっかりと目視いただけるようになってます。これはありがたいです、ね、ありがたい機能です。あ、シートの座り心地どうですか、はい、すごいクッション性があるというか、一番この腰にくる部分、腰痛になりやすい部分のところが硬すぎず柔らかすぎずといった、いただきました、硬すぎず柔らかすぎずというワード、はい、我々も普段お客様にご説明するときに結構頻繁に使ってるんですけれども、はい、座り心地がもう非常にいいという部分がかなりセールスポイントの一部になっておりまして、
アドバンスドコンフォートシートというものを採用してるんですけれども、はい、その先ほども渡辺さんから出たように硬すぎず柔らかすぎないフォームの素材を使っていて、はい、長時間運転しても腰が痛くならないような設計になっているだけでなくて、見た目もとても良くて、今ここに少し映ってると思うんですけれども、この凹凸のデザインであったりとか、あとはですね、ハーフレザーなので上の部分はモケットの素材になってるんですけれども、このモケットの部分との整合性であったりとか、あとは包材ですね、このグレーの下のちょっと茶色くなっている上のところに白い包材が入ってるんですけれども、これがなんとダブルシェブロンの形になってるっていう細部へのこだわりが、はい、ここがフランス車らしいですね。そうですね、とにかくこうおしゃれで遊び心も忘れず実用的っていうところがフランス車らしい、このお値段帯ですからね。そうなんですよ、破格がですね、本当にお手頃価格というか、国産車が最近金額が高騰しているという傾向がある中、C3 エアクロスからなんですけれども、今渡辺さんに乗っていただいている C3 エアクロスの SUV、 これ社員パッケージといって、まあ、サンルーフだけじゃなくて、このトラクションコントロールですね、まあ、グリップコントロールって言うんですけれども、マットモードだったりとかサンドモード、スノーモードといって路面状況に応じてトラクションをコントロールしてくれる機能がついていたりとか、あとはタイヤがですね、ブリヂストンのオールシーズンタイヤを履いているので、その雪道とかですね、まあ、ちょっとした路面状況が悪いところとかなんかスイスイ走ってくれるようになってます、はい、まあ、これがついてるのがこの社員パッケージになるんですけれども、はい、社員パッケージ付きの車になると C3 エアクロスが318万円からになっております、まあ、ここに加えてペイントオプション、色代とかが入ってくるんですけれども、はい、車両本体価格が318万円になっております。318万、ここに諸経費がもろもろ、そうですね、諸経費とかが入ってくる、だいたいプラス20、だいたいまあ20、30ぐらいなので、はい、まあ、350いくいかないぐらいで乗っていただけるようなお車になってます。300万台前半で乗れるっていう、そうですね、もう本当になかなか他の会社だとありえないんじゃないかなと。ありえないと思いますね、はい、ちなみに、はい、キャプチャーはおいくらで。キャプチャーはですね、インテンスが車両本体価格319万円。おお、じゃあ、はい、C3 エアクロスが318万円なので1万円しか変わらない。価格としては1万円だけ、はい、ルノのが安いと、はい、まあ、そこは我々なんとかしますので、はい、そうですね、こちらも同様にだいたいプラス30ぐらい初期になってますので、そうですね、同じように350ぐらい。じゃあもう金額もほとんど同じぐらいで、はい、折れてしまうっていうのがキャプチャー魅力なので、はい、いやー、ますます悩みますね。そうですね、お値段帯もで同じフランス車で、そうですよね、強行しますね。悩んでしまう動画になってしまうかもしれないですけれども、はい、十分悩んでいただいて、はい、我々がサポートいたしますので、お手伝いできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあシトロエンに戻ってきました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でございました。じゃあちょっと駐車してみたいと思いますので、リバース入れていただいて、そうするとバックカメラがこんな感じで作動してくれるので、運転に自信がない方でも綺麗に駐車ができるようになってます。前に出してこんな感じで、こう、すごく見やすいですね、上から見下ろした感じのモニターもついてる。持ってきて、あとちょっと頑張ってください。そうです、じゃあパーキング入れていただいて、サイドブレーキを引くと、これでパーキングブレーキかかりました。あれ、携帯もしかしてこれ、はい、ワイヤレス充電ですか。させていただいてます。そうなんです、 C3 エアクロス GE のワイヤレス充電対応しているので、はい、規格に適合している携帯の機種を置いていただくと充電ができるようになっております。もしかしてこれって緑色がついていると、緑がついていると充電されてます。もしかしたら充電されてなかったですか。かもしれないです。これを置くと
そうですね、これ緑のランプが今ついたので、ちょっとこう分厚みがあるカバーだと外してる方がいいのかもしれないですね。そうですね、やっぱり厚みがあると、はい、無接点充電なので、はい、このあまり厚みがあるすぎると、はい、充電がされないかもしれない。色がついてる時が充電できる。そうです。ありがとうございます。他にも 12V のシガーだったりとか、まあ、はい、もちろん USB の差し込み口も従来通りついておりますし、はい、先ほどご紹介したグリップコントロール、そしてそこの右側の隣がスタートボタンなので、はい、エンジンを切ることができますので、最後押していただいてドライブ終了となります、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。無事に戻ってまいりました。どうですか、はい、乗ってみていただいて初めてのストライブ。本当におっしゃったように、はい、雲の上を走っているような感覚でした。ありがとうございます、はい、ドライブとかでこれから冬が明けて春になって、はい、コロナが落ち着いてれば楽しくなってきたと思うので、そうですね、ただ一方ですぐにね車って欲しいと思っても、はい、手に入るものではないですよね、はい、フランス車だと大体長いとね 3,4 ヶ月ぐらい待ってた車とかもあると思います。今特に半年とか5年かかってしまう車もあってご迷惑をかけしてるんですけども、いわゆる今半導体が不足しているってこともあって、はい、結構納車までに半年近くかかってくる車もあれば、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらい納車ができる車もあるといえばあるんですけれども、はい、まあ、やっぱり春先3月4月入ってからお買い求めいただくよりも車っていつ買うのが一番、やっぱり年末じゃないですか。そうですよね、12月、はい、車を買うとですね、はい、やはりお値引きがちょっといろいろと宇宙地のもろもろの事情があるんですけれども、いい1月2月3月に車を買うよりも12月に買っていただいた方がいいご条件もお出しできると思いますので、はい、ルノー、シトロエン共に頑張らせていただければと思いますので、今日の動画見ていただいてちょっと見てみたいなとか、まあ買うかはないは別として試乗してみたいなとか、はい、実際にどんな色があるのかなとご興味いただきましたら、ぜひお問い合わせをいただいて、はい、シトロエン所沢あるいはルノー所沢にですねご覧いただければと思いますので、我々が皆様のお車選びのお手伝いサポートをさせていただきますので、ぜひ皆様からのお問い合わせご利用お待ちしております。はい、それでは今日はですね、シトロエン所沢とルノー所沢、はい、ビジナーチャンネルの千葉と渡辺がお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。